ついに来た最強機能。魚眼パース定規の設置講座。の巻。みなさんこんにちは。ゆきのこです。女子のゆきんしです。クリスタのバージョン2で魚眼パース機能が追加されました。おお、早速使ってみよう。何もわからん。数字の触り方も置く場所もわからん。なんなら自分が何を買ったいのかすらわからん。はい、ということで今回は魚眼についての解説を、しません。しないの？小難しいことは定規が勝手にやってくれるから、よくわからないままでいいです。この動画ではよくある魚眼構図の定規の設置法を紹介していきますから。あとは各自で書きたい構図を選んで定規を設置して、実際に書いてみてくださいという方式にします。投げやりだな。結局長々と説明するより触って体験して体でわかるのが一番早いからね。魚眼定規はまず普通のパース定規を設置してから、オブジェクトツールで定規に触って、ここの魚眼パースをオンにすると作れます。全体像はこんな感じで円の形になっています。この円は視円錐の底部分で、眼球から広がる視界を表しています。ゲームでよく視野角と言ってるやつだね。魚眼定規の設置は、この視界の円のどこにキャンバスを入れるか、魚眼のどの部分を絵に使うのか選ぶ感じです。魚眼でよく使われるメジャーな構図は、魚眼の上半分を使う構図、魚眼の真ん中を使う構図、魚眼の下半分を使う構図、大きく分けるとこの3つです。この3つから描きたい絵に近い構図を選べばいいんだね。そんな感じです。次は少し定規の操作の説明をしてから、それぞれの構図の定規の設置方法を紹介していくよ。魚眼定規の消失点の置き方は、円の中のどこかか、円周上下の2つがあって、円の中に消失点があるときは、普通のパース定規と同じように線が外に広がっていくけど、消失点を円周上に乗せると、反対側にもう一つ同じ方向の消失点ができて、線が外に広がらないで、円の中に収束する感じになります。この置き方が魚眼定規で一番わかりやすいので、魚眼定規を設置するときはまずこの形を作りましょう。奥行き方向の消失点を円の真ん中に、横方向の消失点を円周上に、縦方向の消失点も円周上に置いた形だね。魚眼定規を触る前に、グリッドを表示させてみましょう。オブジェクトツールで魚眼定規を触ると、この辺りからグリッドを表示することができます。魚眼定規は空間が把握しにくいので、2つくらいはオンにしておくと良いです。歪みの強さを大きくすると、円周付近がより強く圧縮されるようになり、小さくすると望遠レンズで撮ったような平らな画面になります。視野円半径を大きくすると、魚眼定規の円が大きくなります。これは基本的にキャンバスより大きくなるように設定します。魚眼定規は、消失点と、歪みの強さ、視野円半径の調節で、構図に合うように調整していきます。結構大変なんだね。確かにイメージ通りに調整するのがちょっと難しいから、一発で決まることはないと思った方が良いね。なのでちょこちょこ直していくことを覚悟しておきましょう。それじゃあまず魚眼の真ん中構図をやっていくよ。消失点とかキャンバスの位置はこんな感じ。アイレベルがまっすぐで、横方向のカーブの向きが、煽りと俯瞰で切り替わる画面だね。基本の形の真ん中にキャンバスを入れるだけだから簡単だね。簡単だけど参考にしながら設置できるように。ウィンドウメニューから、サブビューを開いて、この真ん中構図の画像を入れておきましょう。この画像は概要欄のリンクのどこかにあるから、各自ダウンロードして参考にしてね。それじゃあ、まずサブビューの構図を参考にしながら、キャンバスが円の真ん中にすっぽりと収まるくらい、視野円半径を大きくします。オブジェクトツールで、この一番大きいマークを掴んで、魚眼定規の全体を少し動かして微調整します。だいたい参考画像と同じになったので、試し書きしてみます。おお、いい感じに書けてるね。これでひとまず設置できました。あとはお好きなように、消失点をいじって、好きな構図になるように各自で調整してください。次は魚眼の上半球の構図をやっていくよ。消失点とかキャンバスの位置はこんな感じ。
アイレベルが曲がっていて、横方向のカーブの向きが、煽りでも俯瞰でも上向きの画面だね。高さ方向の消失点も、円周上じゃなくて円の中にあって、真ん中構図より難しそうだよー。難しそうだけど、一手間二手間増えるだけだから大丈夫だよ。まずさっきと同じように視野円半径を大きくします。次に、アイレベルが固定されていないことを確認してから、奥行き方向の消失点を上の方に持ち上げると、こんな感じにアイレベルを曲げることができます。おお。魚眼定規の全体を動かして位置を微調整します。次に円周上にある下方向の消失点を掴んで、円の中に入れます。これで高さ方向の線が上向きに広がっていくようになりました。まだキャンバス下のカーブが上向きになっていないので、魚眼定規を上に動かして調整します。まだ曲がりが足りないので、魚眼の歪みの強さを大きくします。今度は歪んだことで視野円が小さくなってしまったので、視野円半径を大きくしてリカバリーします。魚眼定規の位置がずれてしまったので、全体を動かして調整します。高さ方向がずれてしまったのでまた調整します。うらあちらを立てればこちらが立たずで微調整の嵐じゃんかー。魚眼定規はそういうものなのです。苦労した甲斐あって無事設置できました。ここからアレンジするときは、魚眼定規を右クリックして、アイレベルを固定してから、消失点を動かすようにしてください。これで構図を保ったままアレンジできます。次は魚眼の下半球の構図をやっていくよ。消失点とかキャンバスの位置はこんな感じ。アイレベルが曲がっていて、横方向のカーブの向きが、煽りでも俯瞰でも下向きの画面だね。高さ方向の消失点も円周上じゃなくて、円の中にあって下に広がっているね。やり方は上半球とほとんど同じです。視野円を大きくして、キャンパスが魚眼の下半球に入るよう定規を動かして、奥行き方向の消失点を掴んで、アイレベルを下向きに曲げて、円周上にある上方向の消失点を掴んで円の中に入れて、はい、できました。早っ。魚眼定規は最初は調整大変だけど、何回か繰り返したら早く設置できるようになっていくよ。最後にラフスケッチに魚眼定規を合わせる方法をご紹介します。まず一度普通の3点透視図法としてパース定規を設置して、それからパース定規の魚眼パースをオンにします。あとは先ほどと同じようにひたすら、消失点と歪みの強さ、視野円半径を調整して、好みの画面になるまで頑張ります。結局それかよー。魚眼には多少の頑張りは必要なのです。でも一度普通に3点透視図法とみなしてからの方が、早く描きたい構図に近づけるから、この過程はおすすめしておきます。筆試しにちょっとラフを詰めてみています。くどくない程度ない感じの魚眼になってるね。設置さえしてしまえばあとはスイスイ描けるから、皆さんもぜひ魚眼定規を試してみてください。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。